はい、どうも、そういうわけで皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ルパン小島でございます。そしてジェジェジェです。はい、さあ、オレモンやっていきます。今回は何をやっていきましょうか。今日は、ルパンさんが、集中力がないので、はい、ないないです。集中力がないないです。大人なのに、大人なのにね、大人なのに。昔からそうなんだよね。昔から、昔から本当に集中力だけはないんだよね。 What? 小学生。いや、逆に、逆に小学校の時は、はい、結構集中力あったの。Oh. 仕事嫌いなんですか。仕事は好きなの。行く名目もできるし。休む気ですか。休みたいね。極力最近、だから最近思ったんだよ俺、あの、極力やっぱね、仕事はあんま好きじゃない。じゃあ今日は、はい、今日ぐらいは、今日ぐらいは集中しましょう。集中しましょう。ということで、うん、ホロロホルル、ホロロホルル、たくさん借ります。お、たくさん借ります。で、はい、ただ、うん、ルパンさんそんなに集中が保てるとは思えないので、はい、あの幼稚園児の男の子が、うん、集中が保てると言われている、はい、20分間。あ、そうなの。うん、そう、20分間。20分間なるほどね。そう、あ、でもそれなんか聞いたことある。あります。わかりました。はい、でも幼稚園児も集中できるから、20分は集中してくださいね。20分は集中。それで間に休憩入れて、20分で3セット、お、20分で3セット何体借りるか、何体借りるか、はい、わかりました。じゃあちょっと早速やってみましょう、うん、お願いします。よし、あ、行きましょう。よし、行きましょう。お願いします。お願いします。集中してください。はい、集中。これだから練習にもなりますから。なりますよね。これボロボロじゃないですか。7分16秒。あ、でもまだまだ全然いけますね。まだ1体目。あ、しかも失敗してるし。何してるんですか。あれ、何してるんですか。集中力のかけらもない、ね。これ生体調査、あ、死んじゃった。生体調査、生きてますかね。生きてー。あの、生体調査をしたことにより、ま、うん、より愛が生まれてしまい、あ、芽生えちゃった。枯れないみたいな、枯れなくなっちゃった。逆効果じゃないですかね。あの、ルパさん、あの、あれでしょ、ホロロカフェ気に入ったでしょ。気に入った、すごい気に入った。時間見つけて行くでしょ。ね、行きたいね。ね、あのお姉さんも良かったですね。良かったですね、非常に面白い。あー、いったよし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 。3分30。あー、いいじゃん。あー、ちょっと、ルパンさん乗れないかな。これ乗れないな。最後に落としちゃう。あー、1回目は2頭。1回目は2頭。だらしないね。だらしないですね。非常にだらしない。だらしない。おお、お疲れ様です。3分12秒。いや、素晴らしいですか。いや、ダメだ。あ、ダメだ、甘くなってた。そうだよね、だから2分台をいっぱい出せばいっぱい、うん、いっぱいねっていうことだもんね。そうですね。6体、7体ぐらいは。すごい顔して俺を見てたね、今。いや、この人大丈夫かなって顔して俺を見てましたけど。おいおい、2分台。いいっすね。いいっすね。この調子いいっすね。これ早くないですか ?2 分7秒。お、いいんじゃないですか。いいじゃないですか。調子来ましたね。ここごめん、投げちゃった。結構いいんじゃない。2分53秒。いいじゃないですか、はい、3分以内まだいけますね。あ、あと2分ありますよ。2分ありますか。一応頑張るだけ頑張りますか。はい、あ、終わりました。終わりました。すごい、今回は、なんと4体、セカンドチャレンジで4体。はい、どうします。いいんじゃないですか。サードチャレンジ、じゃあ目標は5体いきましょうか。
いけます？いや、いけんじゃない今の感じで。まあ確かに全部当てれば当てればよし、行こう。行きましょう。よし、行こう。初です。よし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 。あ、3分36秒。やばいやばいやばい。ちょっと巻いていかないと。巻いていきましょう。巻いていこう。あー、あれーおかしい、近づきすぎた。5分28秒。うわーわー、よし、いけ。ナイス。よし、あー、疲れた。よし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 。お、3分53秒。お、じゃあギリギリギリ、まだある。もうないやー。うわー、ないかな。さあ、5体目行きたい。行きたい。マヒ投げナイフ。マヒ投げナイフ集中です。ごめん、最初喋んない。はい、2回目が4体、そして4体。でもすごい、2桁いきましたよね。2桁いったね、10体いった。すごい、やった。さあ、ホロロ枯れるかな、計1時間チャレンジ、20分を3セット、1回目が2体、2回目が4体、そして3回目が4体ということで10体我々借りました。これはだからあれですよ、もう1回ぐらいね、うん、あの3月27日の前にやれば、こうちょっと集中力を高めて前の日やりますかそのまま行きますか。そうですね、まあそれも一つ、まあ、考えていきつつ、うん、はい、やっていこう、はい、行きましょう。そういうわけで、今回のレモンはホロロ枯れる、ホロロ、枯れるかなチャレンジでございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、そういうわけでいつもおレモンご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。お願いします。それから、動画にコメントなど残していただけると、私喜びます。非常にね、あのコメントにはなるべく、お返ししていきたいなと思っておるわけですよ。ルパンさんと結婚してやってもいいみたいな人がもし女性の方でいたら、そんなそんなコメントでね、ね、今期をつかみますか。つかみます。この YouTube 動画で、はい、じゃあそういうわけで私と結婚してもいいという方がいらっしゃったら、ぜひあのコメントでね、yeah. いただければなと思っております。まああのお仕事の内容と、うん、家族構成と、うん、年収と、うん、あと写真はでも貼れないですもんね。写真は、まあ、似てる芸能人とか、まあ、似てる芸能人どういう方が好みですか。芸能人、いや僕そんなにあのあれです、いろいろこう選べる問題じゃありませんから。こういうこと言ってる人が一番一番うるさいから、一番うるさい。いや全然全然僕美人が好きです。そういうわけで、そういうわけでまた次回オレモンでお会いいたしましょう。ではでは、またね。またね。